動画でもエニアグラムの説明の時に、うん、タイプ9がエニアグラムの頂点にある理由みたいなところで、うんうん、まあ、エニアグラムって人間って9のタイプがありますよなんて言って、うんうん、円があってそこに9タイプから、うんうん、9タイプが頂点にあって、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9 になるんですけど、うん、要はあれって9タイプでありながら、うん、段階で言うと10なんですよね、うん、要は9がなぜこの位置かっていうと、うん、9の人は動かずに悟っていると、うん、で厄介なのは動いてないことだと、うん、隊長がよく言う、うん、そのなんか心配してもしょうがないじゃないですか、うんうん、そりゃそうですよ、はい、あ、まあおっしゃってることはもうごもっともなんですよ、うんうん、でもねみたいなところがあるじゃないですか、まあ、あるじゃないですかっていうのは、まあ、タイプによるんじゃないですかっていうところで、はい、ちょっと今日このね、うん、重牛図の説明をしたいと思うんですけど、はい、こちらちょっと見にくかったらすいません。この重牛図というのは今日本の紹介としてはこちらですね、はい、重牛図本のタイトルは重牛図、うん、書いた人は上田静照さんという京都大学哲学科、現京都大学教授、現と言いながら1926年生まれなので、うん、もうあの奇跡に入っていらっしゃるかもしれません。あとは山田清山さんという方なんですけども、まあ、これの初版が1982年なので、うん、約50年前ですか、うんうん、の本なんですけど、この重牛図という本を元に、うん、ちょっとあのなぜジョブズが、うん、はい、ジョブズなど、うん、海外のセレブがハマるのか、うん、みたいなのも、まあ、考えていきたいなと思ってるんですけど、うん、この重牛図前書きでですね、往々にして私たちは自意識は過剰であるが自覚には乏しく、また時にそのようなあり方が反省されても自己反省によっては真の自己に徹しがたいと、たまたま生を受けてこの世界にこのように存在している私たちの真の在り方とはどこに求められるべきであろうかと、ほとんど作られたものばかりに取り囲まれて現代の私たちの存在は止めどもなく希薄化していくように感じられる。賑やかで活動的な生活世界の中にあって、これというしっかりしたものなしに漠然とはしているが底なしの不安に漂い、あるいは制御しようのない苛立ちに駆られる。諸宗教の聖なるものも歴史的社会のさまざまなイデオロギーも人間存在の統合と意味充実への力を失ったように見えると。反面他面、人間同士の対立はブロックとブロック、国家と国家から始まって家庭内に至るまでさまざまな形態によって誠に旧態依然たるものがある、あるいはますますひどくなっていると言えようっていうのが50年前に書かれてるんですけど、はい、現代のようじゃないですか、まあ、そういうもんじゃないですかもう多分これねずっとなんですね、はい、うんうん、というのは、まあ、これちょっと今日ここに出しているものは、はい、本当はちゃんとこの、うん、これが作られこの重牛図というのは、うん、多分ネットとかで調べると、うん、ちゃんとした絵が出てくるんですけども、はい、作られたのが、うん、おそらく12世紀後半の北宋の時代、北宋というのは中国ですね、うんうん、そこから伝わってきて、1800年ぐらいまで、うん、ずっとこの禅の方で、うん、秘匿にされていたもので、うん、あのこの本にはちゃんとその北宋から伝わってきたであろう、うん、こういう絵、うんうんうん、こういう絵が使われてるんですけど、うんうん、なんでネットで調べると出てくると思います、うん、水墨画みたいな、水墨画みたいなものが、うん、ただそれをスキャンして出していいかっていうのが、うんうん、ちょっと私には分からず、はい、それっぽい絵を作り出したものがこちらでございます、うんうん、なんでこの絵をもとにちょっと紹介したいと思います、はい、今日はねおそらく皆さんも、うん、自分がどの辺にいるのかっていうのが分かるんじゃないかなと思うんです、うんはい、分かるっていうのは、はい、自分が分かるんじゃないんですよ、うん、自分がどこで迷ってるか、うん、みたいなのが、うん、
分かる、どこかしっくりくるところがある。そうですね、うん、階段のこの辺かなっていうのは、はい、分かるのか、うん、僕はなんとなく修行が足りんなっていうのが分かってきたので、はいはい、十行図と言われるのは、うん、求められている真の自己が、うん、自己実現の途上において牛の姿で表されているからであると、うん、真牛と言われる。そしてその牛と牧人、牧人というのは牧場の牧に人、牧人、これは真の自己を求める自己を表す。ここに映っている牛が自分、はい、人は真の自己を求める自分ですの関わりを、親密化の具体的な過程によって、はい、自己と自己への関わりの進化、うん、進化っていうのは深まりを示されたものがこの十牛図です、うん、でこの牛が真の自己を象徴するという観点より本質的なことは自己、本当の自分を探す自己が自己になる自覚的な過程が、牛を捕まえて飼いならしていくその活動実地の具体的な経験の動的過程によって示されているということであると。牛が真の自分を象徴しているというよりも牧人と牛の関わりが自分と本当の自分の関わりっていうリアルな対比になっているのであると。じゃあまず、はい、この十牛図の1番からいきましょうと、はい、1番は人牛と言います。見失われた自分、真牛っていうのは、うん、この牛ですね、うん、を尋ね歩くっていう初発の脅威を表します、うん、真の自己を求めるというまさにその在り方が真の自己の始まりなのです。おめでとう皆さん、この今見てくださってる17人の皆さん、はい、おめでとう。真の自己を見つける第一歩です。はい、第一歩っていうか真の自己を見失ってる状態ってことですよね。で、うん、真の自分ってなんだ、うん、って、求めようというあり方が、うん、はい、真の自己の始まりであると、うんうんうん、あ、禅ではですよ、うん、もちろん禅を否定するところでは違うかもしれませんが、禅の十牛図ではそうだっていう話ですね。図柄としては野原で本当はまあ水墨画的な絵なんですが、うん、ここにちょんまげをした男の子がキョロキョロしてる感じです。それは何かを探して求め歩いているような一人の若者が描かれているんですけども、本心を見失っていることで最も大切なもの、なくしてはいけない唯一のものを見失っていることに気づき驚いて探し始めるが、しかしどこを求めればいいんだ、または何を求めていいのかがわからない、それだけに不安でその遠くを見て探しているものだと、うん、自己とは何かという問いが真の自己への第一歩であると、うん、真の自己は自己とは何かという問いをして現実に始める、うん、そういう問いを立てるっていう意味ではなく、自己の存在そのものが自己とは何かという問いになっているのであると、うん、ちょっと禅っぽいですよねこの辺が、うん、一休さんのトンチの問答みたいですよね、はい、で自己意識は常に過剰であるが、自己理解とは差し当たって自己誤解という変容体にあり、自覚っていうのは差し当たっては無自覚という欠如にあると、うん、で自己が果たして本当の自己かと問われ、その問いと一つに真の自己とは何かも問われると、うん、現実の自己の問題化とともに、現実の自己とともに真の自己っていうのもなんだ、今の俺って何っていうのと、うん、本当の自分って何、うん、っていう両方の問いが出てきますよ、うん、っていうことを言っています。自己でありながら自己を見失うということ自身すでに根本的な系統であるがゆえに、差し当たっては、求めるものも系統していると。系統っていうのはちょっと傾いている、うん、歪んでいるっていうことですかね、うん、ただこの
一章が面白いのは、この第一の人牛の一番初めにこんな文があるんです。従来失せず、なんぞ追人を用いん。日本語にすると、初めから見失ってないのに、どうして探し求める必要があるだろう、から始まるんですね。この十牛図って、はい、めちゃめちゃ面白くないですか。え、エニアグラムみたいで、タイプ9から始まるんですよ、エニアグラム、はいはい、エニアグラムのタイプ9って、悟った人なんですよね。動かずに、見ずに悟ってるような人なんですよ。悟って見えるだけ。そう、それただ、はい、そこに帰ってくるんですね。なんでこの人牛の冒頭に書いてあるのは、はい、従来失せず、なんぞ追人を用いんと、要は初めから見失ってないのに、僕たちはどうやら欲の中で、欲のプールで見失ってしまうんですよ。松任谷由実は歌うんですよ、ちっちゃい頃は神様がいてと、何でも夢を、これはもう置いときましょうか、はい、要は見失ってないって言ってるんじゃないですか。見えてないって言ってるのかな。じゃ あ、僕の受け取り方ですけどね、はい、なるほど。見失ってないのに見失ってるって思ってる。あ、わかんないですっていうのが、はい、この第一の人牛でございます。